どうも、マナム18号です。今日はですね、新日本プロレス、棚橋博史選手の必殺技、ハイフライフローを、この大量の、ペットボトルに向かって食らわせてみたいと思います。いきます!怖い。結構怖いこれ。よし。3、2。こりゃあかんわ。はい、ということでね、ちょっとスタイルを変えてみました。やっぱりね、空中殺法といえばね、この覆面レスラーでしょ。はい、メキシコのルチャリブレ殺法を見せてやりますよ、これで。よし、どうですか皆さん、ペットボトルぺしゃんこになりましたよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。まだあそこ、よし、これで火曜日のプラスチックのゴミの日出しやすくなりました。どうも、マナム18号です。皆さん、いかがでしたでしょうか?他にもね、こんなに楽しい動画があるので、ぜひ見ていってください。これからもコント、トーク、ドッキリ、大喜利、体当たり企画と、様々な最新動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンを押してください。それでは皆さん、バイバイ。